破損とオロチの誕生は賜物前の暗躍によるものだった。英雄たちは賜物前を退け、天帝も意識を回復したが、神教の修復には正常なる空間が必要である。しかし戦界は神教を求める英雄たちに天帝から一つの案が示される。オロチと戦って追い詰め、それは命を懸けた激戦となるだろう。だが迷いはなかった。未来に希望をつなぐため、天帝を護衛しながら戦う。そしてオロチ幽閉の好機を作る。それが我らのなすべき。そういえば天帝の城で戦った時、少しオロチの動きが力を制御しきれていないというか、時折戦いづらそうにしていた。あれだけの正気を吸収したんじゃ、まだ体が順応しきれておらんのだ。なるほど、なんとかその隙をつかめればいい。細かいことは勝手にやってよ。僕はオロチと戦えればいいんだから。おいお前、この戦いが終わったら、なんで僕が弱い人間なんかと。つまんない戦いに。おいナタ、我らも悠長にしてはいられません。さあ急ぎオロチのも、うん、人の。結集し、オロチを追い詰めよ。天帝をお守りすることも忘れるな。オロチ、やつ、俺が倒して。何者が天帝を狙っているようですね。我らがお守りすれば、魔魂を断つため。いざ、王軍へ。入る。はあの王竜だろ。それを知った今、戦いづらいものがあるな。オロチを打ち果たすほかないのであろうか。元の王竜殿に戻せればよいのだが。オロチ、僕と勝負してもらうよ。漂白薬参る。外に横取りなどさせぬ。オロチは五分円追加、奴も打ち取ってやる。君はここで僕に倒されるんだ。ここから先へは行かせないよ。君がオロチ？いや、君が誰かなんてどうでもいいよね。僕がここで倒すんだから。この辺りは片付いたな。我々は北から都市城へ侵入しよう。ヒー殿は天帝を守りつつ南砦へ進軍を。私もお供します。どうぞ天の助け助け出し頼みますぞ。目の覚める戦ぶり見
取った。少々厳しい状況だね。ウドロンサだ。一応してよ。危ないところでした。援軍感謝いたします。あの冷める戦に見事お守りします。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。いよ超文猿の武、真の三国無双なり。おお、一段と冴えておいでですな。Yeah!
空気から伝わってくる。なんという威圧感よ。またオロチと戦えようか。来い、これを楽しませてみろ。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。あなたばかりに苦労はかけさせません。そのためにあるか、忘れなきよ。この俺の部、誰にも止め。無事、オロチを幽閉することができた。ですが、王竜、あやつはもうどこにもおらぬ。そんな。おい、ナタはどうなった？あのまま、ナタはスサノオが蘇らせよう。お主らのよく知る、かつてもそうじゃった。ナタはオロチとの戦いで死に、ただし死の前後の記憶はなくなるはず。死んでいないのならそれで構わ、未来に戻って戦うまで。シンゴは急ぎ心境を直そう。この時代の賜物前は姿を消してしもうた。はっ、必ずや。賜物前を封じ。頼んだぞ。最強どうか。見事なお手間。